皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作役チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。で今日はですね、まあ12月に入って、まあ暮れも押し迫っていきますと、まあ大掃除とか片付けとか、まあしなきゃいけないかなと思うんですけれど、家にまあ不要なものがあったとして、どうやって、それをこう処分しようかっていうことなんですけど、まあただ単に捨てちゃうっていうこともできちゃうんでしょうけども、まあどうせなら、まあお金出して買ったものもあるでしょうから、まあそういったものは、何かしらの方法で、こう売却して、少しでも、お金にしてみたいっていうことがあるかもしれないんですけど、今回はですね、駿河屋さんという、まあこちら、いろんなものを買い取りしているような、まあリサイクルのオンラインショップがあるんですけれども、こちらの買取サービスを利用して、まあ、うちにあるこの不要なものを売って、まあ、お金に変えたいと思います。で、駿河屋さんには、買取サービスの種類が2つありまして、1つが、簡単買取、もう1つが安心買取というのがありまして、まあ、簡単買取っていうのは、まあ、その文字が指すごとく、非常に簡単な方法で、まあ、申し込みさえしてしまえば、あとは、まあ、物をこう箱に詰めて、こう、駿河屋さんに送るだけで、まあ、その買取をしてくれるというサービスで、安心買取というのは、まあ、事前にその売りたいものの査定額が分かって、で、その査定額に、まあ、納得した上で物を送って、で、買取をしてもらうというサービスなんですけれども、10月にですね、自分はその簡単買取を利用して1回、買取をしてもらって、まあ、手元にあったちょっと、まあ、もう使わないかなと思ったゲーム機とかソフトとか、あとは DVD とかをこうまとめて売って、まあ、ちょっとすっきりした気分になったんですけど、今回はですね、その安心買取の方を利用して、物を売りたいと思います。はい、で今回ですね、買取の見積もりを依頼したのが、合計で33点なんですけど、まあ、ゲームソフトで、プレステ2、プレステ1、あとはパソコンのゲームソフトが合計で7点、まあ、レトロゲームが合計で3点、で DVD と VHS のビデオが合計で11点、で CD が合計で3点で、フィギュアが合計で8点、まあ、その他に1点で合計で33点ですね。で今回の見積もりの中で、最も高かったのが、PC エンジンのヒューカードソフトで、こちらメルヘンメイズが3600円ですね。これがこの査定額の中では一番高いものですね。まあ、これだけで一応送る時の送料が浮いちゃうということですね。まあ、それ以外に、結構買取額が高かったのが、プレステ2のソフトで、レッド忍者結果の舞というソフトですね。こちらはまあちょっと天柱シリーズに似た忍者ゲームなんですけれども、こちらが結構高くて、1200円ですね。まあ、あと CD はまあ3点しか出してませんけど、ワンダーバーウルトラ防衛チームテーマコレクションという、まあウルトラマンシリーズに出てくる、まあ、ウルトラマンシリーズというか、まあつぶらプロダクションの特撮シリーズに出てくるこういう防衛チームですね、怪獣とかにこう対抗する組織のテーマソング、テーマ曲を集めた CD なんですけど、こちらが800円ですね。それから西部警察ミュージックファイル、こちらが950円、それからテレビ主題歌刑事ベスト24時がこちらが650円と、まあ、CD、まあ、3本だけですけど、これ結構そこそこなかなかいい買取額ですね。まあ、10年以上の CD としてはなかなか高価買取なんじゃないですかね、これはね。あと結構高いのがプライズ品なんですけど、ファイナルファンタジー、
15の潜りの形をしたスピーカーですね、こちらが800円と結構高めですね。それからカービィのつまんでもちもちビッグぬいぐるみ、星のカービィのカービィのぬいぐるみが1200円ですね。これも結構なかなかいい感じですね。これまあゲーセンで100円で一発で取ったやつなんで、これはなかなか美味しい買い取りなくですね。まあその反面、全く価格がつかなかったものもあって、オニムシャツ、これはプレステ2のソフトですけれども、オニムシャツとグランツーリスモ4と PS1 のどこでも一緒と、あとまあ他に、DVD が1本ちょっと値段がつかなかったんですけど、まあ先の3本のこのゲームソフトはまあハードオフなんかでもワンオンセールの常連ですので、まあそれはまあしゃあないかなとは思います。まあ一応0円ついちゃったやつは送んなくてもいいんですけど、まあ置いといてもさして価値が上がるもんでもないとは思うんで、止めて送っちゃいます。というわけで諸々の査定額の合計がこちら 17,050 円ですね。まあこれは送った品物の状態がパーフェクトであった場合の査定額になりますけど、まあ古いものもあったりして、ちょっと傷んでるものも中にはあるんで、おそらくはまあこっからは下がるかなとは思いますね。まあ一応の目安がこちらの 17,050 円ということです。では商品の方を梱包しちゃいましょう。というわけで後日なんですけれども、普通映画さんから、はい、というわけで後日なんですけれども、駿河屋さんからメールが来まして、こちらで、買取が確定しましたっていうメールなんですけども、その中で、1点だけ、VHS のビデオテープだったんですけれども、そちらがちょっとケースが破損してるっていうことで買取不可になっちゃいましたね。まあ、ただ買取額は500円だったんで、元の見積もり額がまあ1万7000円くらいだったんですけど、そこからまあ500円くらい引かれちゃった状態の値段で来ましたね。でさらに、その銀行振込で手数料かかるんで、そこからまた800円くらい引かれちゃうんですけど、まあ最終的な合計金額としては1万5687円ということでした。まあ、今回、安心買取というサービスを使って、買い取っていただいたんですけれども、まあ、事前に見積もり額が分かるっていうこと以外は特に、まあ、自分としてはメリットはあまり感じなかったんですけど、まあ、本当に、不要な品だけど、まあ、それなりに高く買ってほしいという場合は簡単買取の方がいいんじゃないかなと思います。やっぱ安心買取だと、その見積もり額を出してもらってそれをこう承認するっていう手間が1個増える分、まあちょっと時間がかかっちゃうようになると思うんで、まあ簡単買取であれば物を送っちゃえば、まあそれで査定された金額そのまま買い取りになって、そのまま自動的にこう入金になるので、まあその確認の手間が省けるんですけれども、で今回、11月の22日に見積もり依頼をして、そこから数日後にその見積もりの暫定的な値段が出て、そこから荷物を送って、で向こうで、実際に査定をしてもらって、でそれで出た金額を確認してくださいっていうメールが来て、それでそこで OK ですって言ってから、また数日経って、で最終的には12月の10日に入金になりました。まあ、ですので、まあ、不要な品を
手っ取り早く処分したいという時にはあまりこういったサービスはちょっとね、まあ査定とかに時間がかかるので、本当に手っ取り早く処分したいという場合は、まあ近所のリサイクルショップなんかに売ってもいいかなとは思うんですけれども、まあいずれもお金を出して買った品で、より高く買ってほしいという場合は、しっかり査定してもらえるこういった買い取りサービスを利用するのもいいんではないでしょうか。ただしやっぱりこう繁忙期になってくるとどうしても時間がかかっちゃって、まあ今回自分の場合だともう3週間くらいかかってるので、まあそこはですね、時間に余裕を持って、買い取りの依頼等をした方がいいと思いますね。では動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。